結構もちょっと前に買ったやつなんですけど、ずっとね買ったまま放置してて、今日初めて使った。でも色違いは持ってたの、ほら色違いはよく使ってたんですけど、このオレンジが非常に大好きで、で夏だからもっと綺麗な可愛いオレンジしたいなと思って、何の話って感じだけど、めっちゃ可愛かった。でもちょっと濃くなっちゃった、めっちゃ。なんかひじり、楓が、あの楓の顔が可愛いからだと思うんですけど、楓が使ってるアイシャドウとかよく可愛いなって思うんですよ。だから楓の真似してね、買ったメイク道具がもう2個もあるの、家に。いや、まあ顔が、楓の顔が可愛いからだと思うんだけど、楓が使ってるアイシャドウめっちゃ可愛いと思って、楓によく聞いてしまいます。で、色の好みが合うんかな、多分楓と。同じのさ、買っちゃうね、色違うけどっていう。何の話って感じ。あ、テロップ、やばい、声カスカスなんて、声カスカスっていうか口がんびらけになってたから、多分起きたらああってなってた。こんばんは。こんば、うん、あ、ね、インスタにログインできないんだけど、そういえば。なんか、そのスマホ、無事、あ、スマホ無事なんか入れて、で、ツイッターも全部、でも何もかも、LINE もツイッターもいろいろ、こう、復活とかなんかいっぱいしていってるんですけど、インスタがね、ログインできなくて、なんか、ログイン ID とかパスワードとかわかるんですけど、電話番号にメールを送信しました、そのメールの暗証番号を入れたらログインできますみたいな感じなのに、メールが届かないんですよ。電話番号必ず合ってるのにメールが届かなくて、めっちゃ困ってる。でもメールは届かないんだよね。ひじりのスマホの問題かなと思ったら、全然お母さんからとかにメール送ってもらったんですよ。なんかひじりのスマホにメールが届かないような設定になってるのかなと思って、お母さんとかに送ってもらっても全然届いたから、なんだろうと思って困ってる。あつ、保護シート貼ります。ペンギン切ろう。そう、今保護シートもねついてないし、ケースも入ってない、保護シート貼ります。よしよしよし、海賊さん可愛い、ありがとうございます。最近でもなんかこんなにさ、今日ちゃんとメイクしてるのにさ、髪の毛何もしてないからちょっと合ってないんですよ。でも最近はお風呂入る前とかに、なんかいじる髪の毛自分で巻けないんですけど、なんかみんな巻いてるから、周りの動きとかが、だから髪の毛を巻けるように最近お風呂入る前に練習してて、暑いのにね。だから早く巻けるようになるといいな。今日いつか成功したら自撮りを撮ってメールに送るんですけど、まだ成功したことない。マジ苦手、髪巻く、なんか理解不能。みんななんかね、誰か巻くの上手な人いっぱいいるんですけど、周りにどうやって巻くのって聞いたら、こうしてこうしてって説明してくれるんだけど、ちんぷんかんぷんなんだよね、マジでわかんない。保護シートは拭いて、そう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 、 SMS 承認、それが来ないのよ。だから ログインできないの、インスタに。今とても困っている。まあインスタはもともとそんなめっちゃ毎日更新とかしてなかったけど、毎日見たりはしてたから、いろんな投稿とか結構不便でね、早くハログインできたらいいなと思ってる。でもパスワードとメールは、なんかログイン ID とかはマネージャーさんにも聞いたから絶対に当たってるし、送られてくる電話番号もあの末尾が肘の電話番号なんで絶対に合ってるんですよ。なのにそこないんだよね、メール。いろいろ調べてね、設定とかめっちゃやってんだ、いじって何回もやり直してるんですけど全然来なくて、だからインスタ今あのゴースト状態、ひじりのインスタ。
保護シート貼ります。セボのてっちゃんさん、かわいい、ありがとうございます。お風呂場がいいっていうね、保護シートって。お風呂場で貼り替え貼るってこと。ひじりでも上手だよ、保護シート貼るのめっちゃ上手、結構プロで。最近も実は iPhone11 の保護シート貼り替えたばっかだから、ちょっと壊れちゃって残念だった。めっちゃバキバキだったの、マジで1ヶ月もしない間に貼り替えたばっかりで、結構得意。はい、ピカピカになったので貼っていこうと思う。結構マジ得意だから、ちょっと待って、あのマジで得意なんだ、保護シート貼る。このこちらが上です、だってどういうこと、あ、こちらが下ね。なんか貼り方とかちゃんとしたの本当はあると思うんだけど、ジルは、ね、自分流にやった方が結構うまくいくんで、ちょっと真剣な、あのちょっと顔映んないんだけど、ちょっと気にしないで、まず真剣に貼りたいから。あ、どうやって貼ってたっけな、いつもなんか膝の上に乗せて、やばい、なんか貼り付いてた、ゴミが。あ、取れた取れた、オッケーオッケー。若干濡れてても気にならないし、意外と保護シートって貼り直し効くっちゃ効くじゃん。あ、どうだろうな、あ、どうだ、大丈夫かなこれ。いや、まだ大丈夫でしょ。あ、結構うまくいったかも。で、こう気泡を抜いていく。なんか保護シートによってはこう気泡を追い出す板みたいなのがついてたりするんですけど、これはついてなかった。ちょっとごめんなさい、こんな配信中にやることじゃない。あ、待って、お、来た来た来た、はい、追い出す追い出す、お、来たかも。え、結構綺麗にできた。あ、毛あんまずれてない、ちょっとずれてる、まあ、まあ気にならないくらい。できた、めっちゃ綺麗じゃない。やっぱり保護シート貼るの得意なんだわ。なんかゴミがついてる、イエイ。あ、すぐ部屋の中がルイボスティーがある、そう、イエイ。なんかルイボスティー前まではこれにそのまんまストローさせて飲んでたんですけど、ちょっとあの入れるようになった、あ、水入ってた、そう、コップに入れるようになった。めっちゃ保護シート貼るのうまいです。で、カバーもつけよう。カバーって言っても別に新しいカバーとかないんで、いつも通りのこの、これ剥がれないんだよね。ここに本当は、あのね、ここに本当はこれがついてて、そうで、こう立てかけるやつがついてて、すごい便利だったんですけど、壊れちゃって、あ、ボンドで貼り付けようかな。そう、すぐ壊れちゃってね。悲しい。まずこのキラキラのシールを挟む。ファビュラスって、ファビュラスファビュラスって書いてあるんだよ。イニクファビュラス、ファビュラス、そう、ファビュラスって書いてある。見えないけど、あとこの前の携帯は、この前のっていうか、あ、なんかシンプルで嫌だな。
箱とかにもシールバーって貼ってたからすごい可愛かったんですけど、シール挟片付けをすごい散らかってた。有料で店で貼ってもらいましたって、そんなサービス的なのあるんや。それ自保護シート自分でしか貼ったことないかも。自分か、昔はまあ誰かに家族にやってもらってて、最近は自分で、ここ何年かから自分でやるようになった。白ご飯丼さん、ミラーボールありがとうございます。新品っていうか端末が壊れちゃって、前のが、だからあの機種とかは変わってないけど端末が変わったみたいな、前と一緒ですね。そう、なんかね、県外に、外にいるときに県外になっちゃう、魔法にかかっちゃって。でかいじり、今日思ったね、 LINE の着せ替え、ずっとコナンなのも何年も何年も前からコナンの着せ替えでめっちゃ飽きちゃって、あの本当に何年もそれだから、ずっと着せ替えが、 LINE の着せ替えそれしか持ってなくて、ずっとそれだから、なんか新しいの欲しいなと思っていろいろ見てるんだけど、なんか好きなキャラクターとかいるけど、アニメとか、アニメのにしたらなんか気分変わった時に飽きるかなと思って、なんか探してんだけどなかなかいいのないの。 LINE の着せ替え、ディズニーのさ、プリンセスで一番いじる美女と野獣が好きなんで、それでもいいかなと思ってるところ。あ、これリミ、そう、リミカからもらった。でも壊れちゃった。マジ申し訳ない。申し訳ないっていうか、あのどこで売ってたか聞きたいね。本当に悲しいの、これ。いや、めっちゃ便利だったのよ。めっちゃ便利で、お母さんにも、え、それ便利だねって言われたのに。なマジで1週間もしないで壊れたってけど悲しいわ。ほら、こうなって自分のところにこう立てかけられますよみたいなやつだったんですけど、何が起こったんだろう一体。なんか電波ある。この LINE の着せ替えの美女と野獣にしようか迷ってる。ディズニーそんなめっちゃ好きってわけじゃないんですけど、まあ普通に好きだし、あとその2回目だけど、ディズニープリンセスで一番さ、美女と野獣が好きだから、コナン脱、あのコナンマジ小4くらいからコナンの着せ替えだから、ちょっとマジ飽きちゃって5年くらい使ってる。結構昔から LINE やってて、ひじり、初めて来ただって、ありがとうございます。夜ご飯は食べてないよ。あのなんか夕方くらいにそうめん食べ、なんかね、そうめん初めて家で茹でた。なんか一人な、あの地元に、実家に住んでた時はめっちゃあのそうめんよく食べてたんですけど、お母さんが茹でて、だけどこっちに来てから一回もっていうか、マジ自分で食べなくて、そうめんとか、なんかそうめん食べたくなることがなくて、だけどこの前愛理の特別配信でそうめん食べてから、なんかあ、そうめんいいやんと思って、この前さ、そうめん、なんかスーパーに食材買いだめに行った時にそうめん買ってみるかって言って、結構いっぱい入ってるの買って、今日初めて茹でた。でもぬるかったな、ひじるの家氷がないんで、氷のさ、氷作るやつ買えばいいんだけど、氷ないから、ぬるかったから氷が欲しいと思った。だから氷作るやつ欲しい。あ、467、イエーイイエーイエーイ。煉獄さん、ハートありがとうございます。なんか眉毛今日黒、眉毛が最近苦手になりました。なんか
眉毛が上手だねってメンバーによく言われてたんですけど、最近眉毛が苦手になってきた。難しい。箱を潰すとるぜ。やばい、今日下回らねえ。なんか滑舌がザザザザザってなる。ゴミ箱。ゴミが。ショールーム中ってやっぱり部屋が汚いと落ち着かないんだよ。なんかショールームしてない時は全然もう何どんなに汚かろうと何にも気にならないんですけど、ショールーム中だけ異様にゴミ捨てたくなる。映ってないのに。あ、そうめん、そう、そうめんお昼食べたんだけど、わかめが欲しいなと思った。ヘジリンチなんかそうめんの具材になるようなものマジなくて、なんもな、弁つゆだけ食べたんですけど、なんかあのヘジリ地元でそうめんよく食べてた時は、わかめとか上の乾燥わかめかなとかをなんか上乗せて食べてたから、わかめも買いたい、買おうと思って。そうめんの束まだめっちゃ残ってるし、わかめも買おうと思っています。あとはもうね、家で何か料理がしたい気持ちになるね、結構家にいると。不思議だよね、最近自炊全然してなかったのに、あの自粛っていうか自宅待機が始まってからめっちゃね、めっちゃは嘘、ちょっとするようになった。そのそうめん茹でるとかそれくらいだけど、一つずつするようになった。そうめん茹でるは果たして料理なのか。でも前も一時期本当にさ、野菜切るのすらめんどくさいっていう時期が2月くらいから結構最近まで続いてたけど、なんか自宅待機に始まってから結構野菜ちゃんと切ったり、自分で切られてるものじゃなくてちゃんと野菜買って切ったりしてるから、時間あると自炊したくなるのかな。ない時はあんまりやる気出ないし、自炊クダークスと届くの楽しみだって、ありがとうございます。そう、今日の18時までだったんですけど、ちょっとタイミング的に告知すいませんできなくて、本当買ってくださった方ありがとうございます。iPhone 11です。紫、なんか11ってマジ色が可愛くて、紫も可愛いんだけど、あのね、緑と黄色もすごい可愛くて、今から iPhone11 買う人ってあんまりないと思うけど、紫、緑、黄色がめっちゃおすすめ。黄色こんな感じのスマホなんですよ。スマホの色がマジ可愛くない？で、若菜がそれで、そうだから、なんか若菜の携帯と分かんなくなることはないと思うけど、分かんなくなっちゃうかなと思ったから、買える時に黄色は避けて、で緑かパープルでめっちゃ迷って、まあ、緑ってひじりあんま正直緑のもの買ったことないし身につけたこともないので、スマホで色失敗したくないなと思って、パープルにしたんだけど、緑もめっちゃ可愛い、なんかエメラルドグリーン、エメラルドグリーンみたいな感じでね。 iPhone11ほら、めっちゃかわいい。あ、ちょっと見せれないんですけど、めっちゃかわいいんですよ。マジかわいい。やばい、くしゃみしそう。これあんま良くないっていうね。ショールーム中しかやんないように頑張ってる最近。なんか小2くらいの時にこうアクションって言って鼻つまむのが癖になっちゃって、そっから何年もねこの癖、鼻つまんじゃってたんだけど、マジで良くない、なんか耳が本当に結構よく耳に良くないからっていうこと知ってたんだけど、もう癖すぎてなかなかにやめれなかったけど、最近頑張って普通にくしゃみするようにしてる。もうさあ、ダメだダメだ、くしゃみって。でもたまに癖でこうやっちゃうけど、改善中。お菓子、あのチーズタルト作りたい気持ちになる、家にいるときは。
分からんけど、なんかそんな気持ちになる。なんかティーなんだっけ、チーズドッグとかも作ったことないんですけど、なんか作ってみたい。でも一人で作るのもなんかかわいそう。ローソンで沖縄九州フェアやってたのってマジマジ。あ、なんかベニーマタルトと、ベニーマタルトなんか妹なんかのアイス出るよね、どこかで。あ、そういえば今日チャイのアイス1個食べたよ。1個しか食べてないけど、めっちゃチャイだった。なんかチャイのアイスってよりチャイを固めましたみたいな味だった。もうに袋開けた瞬間、あ、チャイの匂いだと思って、すごい美味しかった。あくびしちゃう絶対。さっきまで寝てたのに、ね、なんか寝ても寝てもあくびだよね。さっきさ、そうさっきさ、19時半に目が覚めたの。なんかちょっと短時間睡眠してて、さっき短時間ってか、なんか眠くて知らない間に寝てて、で起きて、え、やばいショールームしてないと思ってスマホ見たら19時半だったの。で19時半があの9時半に見えちゃって、夜ので、9時半と思って、あと30分しかできないじゃんと思って飛び起きて、もう一回スマホ見たら19時半で二度寝した。二度寝した後は20時くらいに目覚めて、そうで東京リベンジャーズ見ながらメイクしてた。いやマジビビった、9時半と。9時半でも間に合うんですけど、配信結構ギリギリで飛び起きたら19時半だったから、くしゃみでぎっくり腰になったことあるって。怖い、そんなこと。まあ、くしゃみ結構ね、全身を使う、なんかお腹が、あの笑いすぎてお腹が筋肉痛になったり、腹筋滅した時にお腹が筋肉痛になったりするんですけど、したらね、笑うのめっちゃ苦しい、あ、くしゃみと笑うのが苦しくなる次の日、お腹がめっちゃ筋肉痛の日って、もうくしゃみもすごい痛いし、笑う時もなんかめっちゃ痛い。寒くなっ、ちょっと温度下げすぎて25度にしちゃった。なんか暑いし寒いんだよな。ファミマにスパムおにぎり、まあ食べてない。そう、なんかどこかでコンビニでスパムおにぎりが売ってて、沖縄フェアか分かんないけど、ローソン、ファミマ、セブンだっけ、分かんない、あ、ファミマかな、でスパムおにぎり売ってるらしくてね。でも食べて、まあ、探し回ったりもあれできないからさ、食べてないんだよね。あ、ファミマだって8月3日から結構だったね。まあ、いつかうちはたまたま見つけたら買おうと思う。おにぎり食べたいな。めっちゃお腹空いてきた。そうめん食べたのにも、まあ、結構さ、夕方の話とか、何時くらいにそうめん食べたかな、16か7くらいに食べて、8、9、17、18、19、20、21、あ、人は4時間くらいでお腹が空くんですね。ダメなこっただ、ダメなこっただ、ダメだ。最近なんか炭酸にハマっちゃって、なんか一時期ルイボスティーに、飲み物ハマったらずっと飲んじゃって、ルイボスティーも一時期ハマった時ずっと飲んでたし、最近は結構炭酸にハマっちゃって、あの美味しいんですよね。炭酸水飲めないので、なんかカロリーゼロのさ、三ツ矢サイダーとかさ飲むけどさ、どうやってカロリーゼロにしてんだろうね、あんな甘いのに。コーラとか
でもこう 500ml のペットボトル買うじゃん。それもコップに入れて飲むようになった最近。なんか外にいたらコップに入れて飲まんと思うけど、家で飲むから 500ml のペットボトルもわざわざコップに入れて飲むようになった。そしたら1日で1本飲まないんですよね、あんまり。なんか2日で1本とか、だからコップに入れるのはありだなと思った。でも美味しい、マジ炭酸。今全然炭酸飲んでないけど。今日も部屋の片付けをします。なんかね、昨日服の片付けとかちょっとしたんだけど、なんか思ったよりいらない服とかがマジでなくて、何も片付かなくて、見ただけで終わった。あ、これいる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 っていう作業だけで終わっちゃって、特に何も部屋に変化がないので、今日はどこやろうかな。あ、そう、コスメやるって言って昨日やんなかった。コスメと、あとこっちに棚があるんで、いろいろ棚とかちょっといらないプリント動画捨てると思います。いらんノートとかね、本は全部いるんだけど、いらないもの捨てます。ラーメン食べたい。持ちしたランキング読めます。なんか髪の毛があれやな、あれやなって、あれだね、なんか重たい前髪とか。あれ、髪の毛とか櫛がどっか行っちゃった。さっきまで手に持ってたのに。なんか重い前髪の量薄くしたいけど、やり方が分からん。これ以上薄くなったら前髪ない人になっちゃうけど、むずいよね髪の毛って。最近デニムの色落ちがすごくて、デニムのズボンを1ヶ月くらい前に買ったやつを履くと色落ちしちゃうんですよ。で、色移りしてカバンとかにデニムの色がなんかついちゃって、あーあーってなることが多くて、そのデニムをなんかね、めっちゃ調べて酢につけて、水に酢と塩を混ぜて、でデニムを酢につけて洗濯するといいっていうのを買ってすぐやったんですよ。色落ちあんまりにするもんだから。なのにね、この前履いた時もまだ色落ちしちゃって、でどうしようと思って、昨日の夜時間あったからもう一回酢につけて洗濯したけど、まだ色落ち、またしちゃったらもうね、やりようがないよね。しかもヘジリンちはバケツないので、こう洗面台水を溜めてやって、あと今はめっちゃスニーカーが汚れちゃって雨とかで、あとそうデニムの色落ちがスニーカーについちゃって、今洗面台のところに水を溜めて漂白みたいなのしてるけど、落ちなそうだなと思って、だから新しいスニーカーが欲しいんですよ。でもね、可愛い、どこが可愛いのか分かんない。今はちなみにお気に入りでよく履いてたのはナイキだっけ、ナイキのピンクのスニーカーだったんですけど、もう本当に結構汚れちゃったからシュボンってなってるけど、もう履けないくらい汚れてるんで、落ちなかったらもうねバイバイですね。だから新しいの欲しいんだけど、実なんかネットで頼むよりさ、買いに行けるようになってから買いに行った方がいいんかな、スニーカーって。サイズは問題ないと思うんだけど、デザインどこどうなる。こんばんは。今日も髪の毛をくるくるやる練習してからお風呂に入ろうと思います。もう一生うまくなる気せんけど、ちょっと頑張って頑張るわ。
出かけする時とかさ、今はしないけど今後ね負けるようになったら、握手の時とかも負けたらさ、いいよね。負けないけどまだ。ということでランキング読もうかな。ああランキング読みます。今日はメイクがいい感じでした。ということで、 UFO の衣装もナイキのスニーカー、あれナイキなの、あのなんか水中歩けそうなスニーカーなんですけど、 UFO 募集中のスニーカー、あれナイキなんだ。すごい、めっちゃマジで踊りやすい。もう UFO あの靴以外でマジで踊れないと思う。めっちゃ踊りやすい。でランキング読みます。13位さしおしさん、ありがとうございます。12位ゼロさん、ありがとうございます。11位ケイスケさん、ありがとうございます。10位アンドハローさん、ありがとうございます。9位角田やすしさん、ありがとうございます。8位ハラペーニョさん、ありがとうございます。7位森翔さん、ありがとうございます。6位ひげまなしさん、ありがとうございます。5位白ご飯どんご飯抜きさん、ありがとうございます。ちょっとランキングが変わったのでもう一回読みます。13位カークさん、12位角田やすしさん、11位カプチルさん、10位ハラペーニョさん、9位森翔さん、8位ひげまなしさん、7位アンダーハローさん、ありがとうございます。6位ゼロさん、ありがとうございます。5位白ご飯丼ご飯抜きさん、ありがとうございます。4位海賊さん、ありがとうございます。3位ただの魚さん、ありがとうございます。2位中さん、ありがとうございます。1位佐世保のてっちゃんさん、ありがとうございます。ということで、またした。メイクってひじる濃い方がいいのかも。いつも薄いから、てかひじりの顔にメイクの色が本当に乗らなくて、塗っても塗ってもね、だから濃いくらいがちょうどいいのかな。ということでありがとうございました。あ、今日祝日だったのか。そうか、皆さんそうだね、明日仕事の方ぜひじゃない、明日からまた頑張りましょう。1週間3連休だったんだね。ということで、明日の配信時間何時だ、まあ夜か夕方、結局この時間かな。最近結構安定してるこの時間くらいかな、まあ、例外もあるかもだけど、配信する前にはツイートします。そしてインスタグラムが今、以前のインスタがログインできなくてちょっと動かないんですけど、気にしないでください。対策法を考えます。ということで早くログインできるように頑張ります。バイビー、ありがとうございました。